すっかりあぶれちゃったな。せっかくの日曜日に悪い潮で気の毒でしたな。明日なら潮代わりでいいんだがな。明日明けを取りゃ間違いありませんよ。たったんとこへ泊まろうかな。奥さんに叱られますよ。そのうちのことなんか心配いらんよ。明日3時までに会社へ行きゃいいんだしと。のんきな商売もあるもんですな。これでなかなかのんきじゃないんだよ。のんきなら口になんか来やせんよ。あたさん、今晩泊めてもらうよ。いいお天気でお兄さんも当たったわね。きっとたくさん釣ってらっしゃるわよ。どうだか、どうせ釣られる方が多いんだから。この頃ずいぶん色が黒くなったわお兄様。いやね、不潔でむさ苦しくて言葉まで漁師じみてきて、ご当人それが得意なんだからかなわないわ。たまのお休みだっていうのにお家に着きもしない。お母さん、宿題やってしまったわ。算術全部できて。みんなできて。だわね、じいちゃん。今すぐ焼けてよ。始まったわ。でもいいね、ね。お母さんお好きね。お医者様にご挨拶したのかい？ええ。さっきしましたな。お前わかんのかい？面白いかい？おばあ様のお顔、時々こんなに長くなることよ。人欲の縁の山しに。でも吉祥寺のお兄様、鈴見は大したもんなんですってね。ええ、大阪でも有名だったんですよ。そこに惚れ込んで和子さんの旦那様にしたんですもの。吉祥寺の若奥様がお見えになりました。あ、そう。こんにちは。どうしたのちい姉様、アルプスでも出かけるの？そうよ、やってるわね、うちの旦那様。大使からお会いって。毎度やかましゅう。ちい姉様、その洋服いつこしらえたの？おとといやっとできてきたの。いいでしょ？素敵だわ。それで今日の日曜はうちの旦那様どっか近くの山へ行くつもりだったの。そしたら昨日になってまた例によって気乗りのしない顔して、尺だから喧嘩しちゃった。ダメね、そのむかっぱらだから。かわいそうよ、あんないい旦那様。よくあるもんですか。あれだから腹が立つのよ。私なんかより進むのは大切なんだから。あなたもお家で仲良くすればいいじゃないの。いやよ。げにげに花の都なり。嫌いよこんなの。せめてお休みだけは海だの山だの。あ、
お兄様は釣りですってね。そうよ。うちじゃあ私なんかよりおもちゃを作るかお魚を釣る方が大切なんだから。ちょうど旦那様が入れ替わりゃいいのね。その通りよ。いいわね、お兄さんの方が。ちょいと色が黒くてごついけど。あら、ごめんなさい。どうぞ。何が入ってんの？もうちょっと膨らんで。お弁当。尺だから今日はお昼も晩もこれを出させてやるの。コッフェルまで入ってんのよ。おやおや。どこ行くの、ちい姉様？上野の山、飛鳥山。山と名のつくところだったらどこだって言うわ。じゃあ、道館山。ああ。御殿山もあるわね。金龍だ。そんなのあって？金龍だ。浅草寺。浅草の観音様。なんだ。じゃあ、うちのお庭の築山。ああ、やっと追いついたわけやな。あなたずいぶん足が弱いのね。うん、長い間歩かんださかいな。いいの、お湯はここで沸かしてるから、ほっといてちょうだい。開けてね。はい。いい気持ちでしょ、秋晴れで。はあ、ほんまにええ気持ちや。おう、ちいちゃん。ちいちゃん、あっち行ってらっしゃい。これあげるから。私も仲間にいるってよ。へえ、じゃあこれ食べますか。はい。お嬢様、ご機嫌よく。こんにちは。親方もお元気で。あ、旦那様、良い塩梅で。ご苦労さん。お父っちゃん、お弁当。しげこさん、宿題やっちゃった？まだ半分なの。晩にやるんでしょ？遊びましょうよ。ええ、でもご飯まだなの。ここで一緒に食べていきなさいよ。ダメだダメだ。お嬢さん、また明日遊んでやってください。親方、よろしいかな。いえ、まだうちにいっぱい用があるんで。さあ、早く行け行け。ごめんなすって。じゃあ、また明日ね。ええ。さあ、召し上がれ。おいしいでしょ。あなた、旦那様をずいぶん痛めるわね。見ててこっちがハラハラしてしまうわ。そうかしら。ずいぶんひどすぎると思うわ。でもね、これも妻としての愛情なのよ。まあ、私たち結婚してまだまだ日は浅いんだし、それに子供もいないし、今のうちにうちの人にしっかりしてもらいたいの。固い将来の約束のために、今のうち私が少しぐらい強すぎても許してもらえると思うの。旦那様に私をしっかり抱いてもらいたいの。そうだったの。
帰りになったら社員の方たちに悪いお手本は見せないようにしてくださいって。あ、富田商会との新しい契約問題は確か今日でしたね。あ、4時から面会の手はずになっておりますが。頼みますよ。あ、うちの雅子が音楽会の切符をお願いしたいなんて。あ、買いましたら今夜でも家届けてくれませんか。はい、雅子が買ってます。ダーブごゆっくりで。さぞお魚がたくさん取れたでしょう。いやだ、やっと今朝ほどお土産ができまして。あ、君君、これうちに届けてください。はい、どうもありがとう。ねえ、お母さん。あ、いや、社長、僕は考えれば考えるほど例の話が必要だと思うんですがね。例のってあの。ええ、おもちゃの製造ですよ。ええ、考えてきますよ。お母さんのはいつも考えてきますなんですからね。まあ、ゆっくり相談しましょう。お、兄さん、お帰り。今夜ご飯は？あ、多分富田商会の村田君と会食することになってると思いますが。なあ、おさん。そうだな。そう。じゃあ、万事よろしくお願いいたします。翔二郎さん、なるべく早く帰ってくださいよ。ちいちゃんが寂しがりますからね。はあ。兄さん、気を揉めましたね。社長、今日は難しい顔してましたよ。まあ、兄さん。今夜はこいつを洗いにして、一杯やろう。おお、やらしまんな。先。兄さん、どうやら、あの男、僕らの弟になりそうですよ。うん、あんなのいいだろう。しかし、雅子さんの気に入るかどうか。森山のおじちゃんは一人きりなの？ええ。雅子おばさまは？あっちでおばあさまと喧嘩しているわよ。喧嘩？私3回も東急版のお相手したのよ。もうたくさんだと思うわ。悪いよ、そんなこと言って。親切な人なのに。嫌なのよ、私、男ってものが。森山さん宅のことじゃないのよ。いつまでも子供みたいなこと言って。あんただってもう社交ってことも考えなくっちゃ。ただの社交じゃないんでしょ。お母様、森山さんを私のお婿さんにしたいんでしょ。あら、誰が言ったよそんなこと。お母様誰かにおっしゃったの？いいえ、私は誰にも言いやしませんよ。そんならいいけど、お母様そんなこと考えちゃ嫌よ。私はいつまでもお母様の娘よ。いいこと？あやちやち。では、いずれ正式に契約書を取り交わすとして、覚書でも一冊しましょうか。いえ、それには及びません。あなたを絶対信用します。いや、どうも。しかし、あなたは思い切り値切りましたね。いや、値切ったなんて、そんな風に言われると困るんですが。いや、それは分かっていますよ。まあ、要するに、お宅から一銭でも安く材料を売っていただければ、一銭だけ安く世間に出せる。ああ、そうですとも、ね。その後、いかがでした、あなたのプランは。川にいくら進めてもうんとは言わないんですよ。母なんてどうしたって保守的ですからね。困ってますよ。まあ、せいぜい頑張りなさい。まったくこれからの日本は現在の子供たちが頼りなんですからな。そうですよ。子供はどこの子だって、金持ちの子だろうが貧乏人の子だろうが平等に教育をすべきなんですよ。そして平和の使いにすべきなんです。そうですとも。それですから、おもちゃだって今までのような、軍国主義的な、例えば刀だの、飛行機だの、鉄砲、兵隊、侍、いや、そん
ならまずいと思うんですよ。だからまあこんなような結果になっちまったんで、僕はやっぱり子供には情操豊かな楽しいおもちゃを与えなくちゃならんと思うんですよ。つまり子供の性格をできるだけ平和に変えるわけですね。そうなんですよ。闘争によっての発展であるより平和的な建設の方がいいんです。それであってこそ我が国は万歳なんですね。やりましょう。及ばずながら私もあなたのお手伝いをいたしましょう。お願いしますよ、ぜひ。マナさん、今夜一つ僕が取ってきた続きを味わっていただきますよ。あなたのか。おい、済んだから来てくれ。はい。お待ちどうさま。今夜も鈴木お姉さんののろけを見ているようなもんだわ。のろけは聞くものよ。久しぶりに目の色を変えたから。でも今夜うまくいったんでしょ。あ、大体ね。大変ね、男って。女だって大変さ。お父さん勉強してますか。どうなるんでしょう。でも早いものね。もう来年卒業なんですから。うん、よくやったよ君も。学校でその私の会社お願いします。いや、うちなんかじゃしょうがないだろう。いや、本当にお願いしますわ。あ、行けないかな。じゃあ。あ、もう一つ向こうのカードまで。いや、待っていこう。じゃあ、おやすみなさい。お帰りなさいまし。お母さんは？もうとうにお休みになりました。ん、奥さんは？茶の間でお帰りお待ちでございます。ただいま。お帰りなさい。ただいま。お帰りなさい。いや、遅くまでお越しすまなかったね。どういたしまして。私勝手に本読んでたんですもん。お腹すいたろ。食べないか。何ですの。寿司だよ。私結構。常屋に寄ってちょうだい。かわいそうに夜遅くまで起こされてるんですから。君も一つ二つ食べたらいいじゃないか。
私はお腹がいっぱい。おいしい鈴木を届けてくださってご飯たくさんいただいてます。お呼びでございますか。旦那様がお前にお土産を買ってきてくださったわよ。いただいてってお上がりなさい。どうもありがとうございます。他にご用は。もう寝てもいいわ。ではおやすみなさいます。旦那様ごちそうさま。あ、おやすみ。こいつはだいぶお前に似てきたね。起きますよ、そんな大きな声出して。あなたの帰りを今しがたまで起きて待ってたんですよ。夕べだって帰っていらっしゃらないし、うん、明日学校があるんですね。朝起きるにかわいそうですわ。いや、すまなかった。お仕事なら仕方はないですけど、会社だけでは御用が済まないんですの。芸者さんのいるところで御用するなんて悪い習慣ね。俺は仕事ならどこでだってやれるんだよ。便利ですこと。ユシンバ釣りをやりながらだって仕事の構想をやってるんだよ。えいちゃらなんだそんなことは。なぜって言うとね、魚に勝つより仕事に勝つ方が面白いからね。もういいわよ。ついでに家庭の相手も考えてくださいよ。よせよせ。お前や千代子のことは絶対的なんだよ俺にとっては。だったらお仕事は会社でしてしまって、お料理屋行く暇に千代子に顔を見せてやってくださればいいでしょ。わかりました。以後気をつけます。ダメだな君は、すぐ喉をやられる癖してる。だってあなた釣りから帰っていらっしゃるとお魚臭いわ。いや、まさかこの前じゃ釣りはしないよ。でも匂うわ。そうかな。君は早く寝た方がいいよ。具合忘れちゃダメだよ。よくお似合いでございますよ。金星の取れたお方は何をお召しになってもお得でございますよ。エリーもう少し小さくならないかしら。なりましてございます。この辺でいかがでございましょう。バカ、夜更けさお帰りよ。何してらっしゃるの朝から。
会社遅れますよ。また大丈夫。それよりもあんた朝から洋服はエロをせかしてはったが何をこしらはった。スキー服。おスキーに行くの。ええ、お友達に赤倉へ呼ばれて。この間登山服作ったばっかりじゃないか。登山服もスキー服も同じようなもんやな。少し違うわ。僕は同じように思うね。あなた何も知らないからそんなのんきなこと言うのよ。のんきな。そうよ、君の方もよっぽどのんきやがな。同じような服ばっかりこしらえて。あなたからこしらえていただきません。お母さんに頼みます。まあ何でも任せますさ。怖い怖い。あんたあんまり怒ったらこんな顔になりますよ。どうせ犯人やよ。嫌よそんな。乱暴やなあ。あんたが悪いねよ、しつこいから。これは大事な品やないか。そんな大事な品ならおもちゃにしなきゃいいのよ。あんたの顔にそっくりや。いや確かにお手川さんでした。いえ、どうもご足労をお願いいたしました。いえ、どうぞ。では村田さん、差し当たりこれだけ。いや確かに。いや、ごたいことで。しかしご兄弟っていいもんですな。あなた方がおられるんでお宅の会社はいよいよ万代不景気ですよ。いえ、どういたしまして。どうもお邪魔いたしました。社長さんにどうぞよろしく。お申し上げます。兄さん、無事に済んでよろしましたな。兄さん、僕もう用おまへんか。あ、ないよ。用があったら構わず出かけてくれない。いや、別に用ってはおまへんねんけど。兄さん、僕今朝和子と喧嘩しまして。どの程度の喧嘩になったの。一時は殴りかけまして。君が。ええ、それは大したもんじゃないか。しかしやめまして。どうにも格好がつけしまへんね。そうでしたろか。どないしたらよろしいやろな。思い切り怒ってみる。怒鳴りつけるんだよ。案外喜ぶかもしれんよ。兄さんとこいつでもそんなにしはりまんの。うん、僕はそんなことはせんよ。僕んちはそんな必要はないんだ。ええなあ、子供が大きくなっているしね。問題にせんよ僕は。あ、けど姉さんがうちの和子に随分こぼしてはったそうです。夫婦の相手なんか爪の赤ほども感じられへんって言うて。うん、そうかね。そいつは困ったな。あ、物事は僕の方に任せといて。君うちが心配なんだろ。早く行ってみたまえ。お、そうしますさ。おう。おう、君、それ僕の帽子だよ。はいはい。あ、そう。君んちだよ。あ、もしもし、もしもし。うん。うん。さよか。うん。うん。そりゃあかんがな。
奥様はどない申し上げてもご本家帰り言うて。いいえ、それに今度はいつもとはご様子が違いますせ。着替えも持ちなさいまして、お顔の色もいつものわがとも違います。さようか。アホやな、なんで止めへんねん。え、うん、もうよろしい。どうしたい。えらいこっちゃ。和子のやつ本家へ逃げていいんでしょうて。いいわね、これお父様がこしらえたのよ。あげるわ。どうもありがとう。さあしましょう。おさらい、おひとつおひとつ、おさらい、おひとつおひとつ、落としておさらい、おさらい、おひとつ。お嬢様、ここ置いてまいります。吉祥寺のおばちゃま、まだいらっしゃるの？ええ。まあね、和子さんの言うのは先日めれば、直輔さんがおとなしすぎて物足りない、こうなんでしょ。それも一つ。そうなのよ、それが元なのよ。こうやって相手が強かってごらんなさい。それこそ毎日大変だわ。まあ今日はひとまずお帰りなさい。今度は中途別よ。決して帰れないようにしてきたの。どうして。三浦家の宝だっていう般若の面を壊してきちゃったのよ。それじゃお前、生優しいことじゃ帰れませんよ。なんてことをしておくれだい。お詫びのしようがないじゃないか。ただいま。いらっしゃい。おかえりなさい。どこ行ってたの。また学校よ。女学生に逆戻り。どこの。家政学の勉強始めたの。あら、そう。今日はゆっくりなんでしょ。ええ。じゃあまたトランプして遊びましょうね。今日は嫌。あら、どうして。しましょうよ。ね、ね。ええ。おぶちょうだい。あの子の前であんまりご亭主の悪行言わないにしてくれよ。そうなくても結婚嫌がって困ってるんだからね。お母さんは舞ちゃんまで私たちと同じようにしようとしてらっしゃるのね。会社の犠牲は私たち二人でたくさんよ。何を言いだね、犠牲だなんて。差し上げたばかりじゃございませんか。もう少しちょうだいよ。お母様に叱られますよ。内緒で出してあげなさいよ。育てたかってもしょうがないわよ。じゃあお母様に内緒ですよ。いらっしゃいよ。人を買いなしとつしょい、人を買いなしとつさつしょい、人を買いなしとつさつみつしょい。おや、なさん、あの子見ろよ。え、おもちゃ屋の店にいる子供の顔は特別だ。あんな幸せそうな顔は滅多にないぜ。そうでんな。僕はどうしたっておもちゃの製造をやってみるよ。
子供の夢と大人の仕事がマッチするなんてこいつは素晴らしいことだぜ。そうだよな。どうする、僕と一緒に家行ってみるか。でも今出向いて行ったら気が悪ましやろ。今日は気が立ってますよってな。うん、それもそうだな。とにかくうちに電話かけて様子を聞いてみるか。はい、和子さん来てる。あ、そう。どうしよう君、奈緒さん一緒なんだよな。どうするもこうするもこちらにすぐ連れてらっしゃるのが本当よ。随分心配してるのよ。今頃どこまごまごしてらっしゃるの。そう僕にガミガミ言ったってしょうがないよ。僕が君と喧嘩したわけじゃないよ。喧嘩になるわよ、そんなノロマでは。ノロマとはひどいね君いくら電話だってノロマじゃないの。もしこっちへ連れてらっしゃらなかったらどうするつもりだったの。差し当たり夕飯でも一緒に食って落ち着いた気分になって。どこで召し上がるの。またいつものお家でしょ。え、また鈴千代さんが来るんでしょ。ん、いやそこまでは分かんないがね。ダメダメ、すぐ帰ってらっしゃい。あなたも追い出すわよ。私は逃げていくところはないんですから。おいおい、冗談にもバカなこと言うもんじゃないよ。なんてこと言うんだ。もしもし、今行いでいます。君、実践玉ない。あいにくおまへんな。ない、やったな。もしもし、もしもし、綺麗じゃん。お兄様方どうしたんでしょうね。奥様が大事じゃないのかしら。だから私男なんか嫌いよ。本当よ、だから相手を選ばなくちゃダメよ。千代子ちゃん大丈夫。ええ、出したことないらしいわ。やっとねってした。食べ過ぎ食べ過ぎね。少しうるさいわねこの音楽。もう一度やらない。そうね、少し飽きたわね。ねえ、もうそろそろ寝ましょうよ。まあちゃん、今夜あんたのそばに寝かしてね。いいわ、昔みたいにね。ねえ、布団引かせましょうか。もうちょっと待ちましょうよ。待っても意味ないわ。どうせもう三浦のせいは分かってるんですもの。もうたくさんよ。バカにしてるわ。飛んでくるのは当たり前じゃないの。だって来られちゃう金姉さんは困るんでしょ。顔を見るのが嫌で逃げてきたんだから。まあそうだけど。何もかもおしまいね。ねえ和子ちゃん、私も今夜考えちゃったわ。どういうふうに。あなただけじゃないわ。私だって気持ちの整理をしなくちゃ。
根本は愛情よ。愛情のない夫婦が一緒にいるなんて意味ないわ。でも兄さんはいい人よ。姉さんは私のことで少し興奮してるのよ。ごめんなさい。私のことはもうほっといてよ。いいえ、私の重大なことよ。私お母様に相談してもいいわ。お許しなさいよ、お姉様。お嬢様がお腹が痛くて寝られないなんて。あ、そう。困ったわね。いかが？兄さん、そろそろ行きましょうか。え、どこへ？どこ行って、兄さんのとこ行きまんねやな。まあ待て、僕も少しばかり考えちゃったんだよ。こいつは何も君ばかりのことじゃないからね。女房に愛されてないのは僕だって同じ。それはあかん。兄さんはご自分の玩具製造のプランが社長に採用されよってに、それで怒ってはりまんねやろ。いや、俺の言ってるのはあくまでも家庭の愛情についてだよ。冗談じゃないわよ。何を言い出すかと思ったらねえ、マーさんのお酒あまりよくないのね。うん、ああ俺は本当はうちの冴君が好きで可愛いの。まあ手放しでけすかないのね。そうなのよ、この人。ところがうちの女房には僕の庶民的な愛し方がわからないんだ。まあさん、お宅からお電話です。うん、そう、無駄でもいいから交流会にやって。ああ、そう、それはよかった。ああ、奈緒さんはねごたごたして帰ってまずいといけないから、今夜は吉祥寺へ帰ってもらう。すぐ帰るよ。お帰りなさい。あ、どうも。とんだ人探せをしちゃって。バチよ、兄様。変なとこでお酒なんか飲んでて大変だったわよ。君も来たのが運が悪かったんだよ。来ない方が良かったんだよ。いや、ギャグのところありがとうございました。いえいえ、じゃあまあ一つ十分ご注意くだすって。あ、変わったことでもありましたらすぐ参りますから。じゃあお大事に。ありがとうございました。今頃までお酒飲んでらしたの？ちょっとまずかったな。どうしたの？お参りが悪かったらしいね。どうしたの？お嬢様のご病気、私のせいでございます。
殺しちゃっただけでなく、もっと余計おやつを差し上げたんですの。まあ、なぜそんなことしたの？お嬢様、あんまりおっしゃるんで。千代子が？きっと、植木屋さんの娘がいらしたね。植木さんの娘さん来てたのか。ええ。いや、千代子さんも同じものを食べたんだね。え？そうだな。俺は君、ちょっと行ってみてもらえたらまずいぜ。どこへ？上人さんとこだ。私行ってまいります。いや、このうちの責任者は僕なんだ。僕が顔を出さなきゃいけないことなんだよ。あつこ、君も一緒に行かないとまずいぜ。でも旦那様、こんなに遅く。いいんだよ、さあ早く来て。来てでも、千代子にもしものことがあったら。上人のところでもしものことあったらなおさら大変じゃないか。千代子のことはみんなが見てくれるよな。あと頼んだよ。起きてるね。おま。はい。四丁目の松村だ。まあ、旦那様、奥様。どうしたんです。さあ、どうぞ。どうぞ、奥様。さあ、どうぞ。あの、子供さんご病気じゃないですか。へへ。おい、やっぱりそうだよ。だいぶ悪いんですか。どうも、お腹をやられまして。何ですか、急に力が抜けてしまって腰が抜けちまったようで。そうですか。汚いとこでございますけど、まあどうぞこちらへ。親方、医者に見せたんですか。え、そいつはいけないな。大したことねえと思いまして。どうだろう、椅子のことを栄の病院に連れてしまおう。入院が一番いいよ。あ、手早くて安全だ。あ、そうしよう。え、そうですわね。何、大したことありません。第一、てめえどものガキなんて入院なんて持ってることできません。いや、僕たちは頼むんだよ。うちの娘だってたった今手当てしたばかりなんだけど、ほっといたら大変なんだ。お嬢さん、すまなかった。親方で一緒のものを食べたんだったんで急いでやってきたの。そうですか、わざわざ。とんでもないことをしてしまって申し訳がございません。いえ、めっそうもない。とんだご心配をおかけしまして。しえ、おめえが悪いんだ。親方、早い方がいいんだ。連れて行こう。おかみさん、何か熱い着せるものないかね。これがいい。あつこ、そんな、あつこ、これ着せてやってくれ。早く。まあ奥様、そんなもったいない。しげちゃん、おい、出て。お前さん、どうしたのさ。うん、また心血が起きちまって。よし、じゃあ僕が応募。あそこ、頼むよ。さあ、おじさんにおんぶなさい。旦那様、ありがとうございます。行ってきます。奥様、ごめん、忘れません。ごめん。いいえ、じゃあちょっと行ってまいります。
大丈夫？いける？大丈夫。寒くないか？え、平気よ。連れてくんの。ちいちゃんでっか。いや、植木屋の娘さんだ。ちいちゃんどないしましたね。うちで寝ているよ。君こそ今頃どうしたんだ。もうどうしてもうちでじっとしてられまひょって歩いてきましたね。吉祥寺からか。ええ、もう商船電車うまひょって歩いてきまして。まあ歩いて大変ね。寒うてしんどかないまへんわ。もう、あ、姉さん、あの家族まだお宅にお邪魔に上がってますか。ええ、ナオさん、じゃあ急ぐから出家するよ。まあ行ってみたまえ。家族まだ怒ってましたろか。いや、そんなことはしないよ。出家する。さあ行こう。帰りましょう。いいのよ、お母様。でも私はもう十分寝たから。さあおやすみなさいよ。そう、じゃあ悪いけど。おやすみなさい。ご苦労さん。ここでお休みです。あ、入ってもかましませんか。ご自分の奥様じゃございませんか。どうなすったの今自分。いや、いろいろ考えてみたんやけど、何言うても来てみんことには話にならんと思って。朝一番電車で来ようと思ったんやけどな、来ると決まるとあいつにじっとしてられんので歩いてやってきたんや。電車道ストーズやってきたよ。そう、大変だったわね。いやー、しんどかった。あんた、あの街灯薄いのやろと思ってな、熱い方を持ってきたんや。ほら、いやー、あんたも偉いところで来ましたよな。けど
ちゅうちゃんの塩梅はよかった。よかったな。あんたもえらい疲れたやろ。少し休んだらどうや。もう朝やろ。で朝になったらうち帰ってぐっすり休んだらいいね。な。それ行けよ。朝になろうと昼になろうと帰らないかもしれないわ。姉さん、あんまりよ。お兄様の繊維がわからないの。あんたなんか黙ってりゃいいの。姉さんの人手らしい。あなた、ごめんなさい。いや、僕は悪かったよ。あたし、とてもわがままな女ね。少しネチネチしてたかもわかれへん。しかし、もう大丈夫や。お互いに気持ちさえわからったらそれでええねやもん。夫婦やもんな。ごめんなさい。申し上げてよろしいよな。いや、親方、もういい子なし。これで許してもらえたら、こっちこそ礼を言いたいぐらいだ。まあ、僕らに構わず、慎吾さんのところにいてやってくれたまえ。はい。眠いだろ。いいえ、そんなでもないわ。いや、ゆうべは一晩中よくやってくれたよ。あなたもよくおやりになると思ったわ。夜中に人のうちの娘さんを病院へ担ぎ込んだり。好きなんだね。僕はそんな男なんだ。おっちょこちょいなんだよ。人のことだと放っておけないんだね。そうね。あなたはいい方だわ。ありがとう。肝心のうちのこといつでもやれると思うとつい武将になるんだね。やんなくても君には分かっていてくれると思うしね。横着なのね。そうなんだ。いや、これからうちのこともやるよ。いいのよ、もう分かったわ。おはよう。あ、千代子どうした。大丈夫よ。あ、お疲れでしょう、姉様。でも思ったよりお元気ね。いつもより帰って顔色いいことよ。そう。あんたいつも姉さんの顔色ばかり見てんのね。すいません。なにそれは。はい、お母様がこれ持って行けって。おお、いや、お腹が空いて泣きたいくらいだったんだよ。お兄様でも泣くことなんかあるかしら。うん、泣いてみせよ、こ。いいわよ。うん、うまい。お前も食べろよ。
さっき出がけに長谷川さんって方からお電話がかかりましたわ。長谷川？女の方よ。お嬢さんいかがですって。余計なことしやがる。あ、お前の嫌いな芸者なんだよ。あ、ついでに釈明しとこう。その芸者ってのはね。奥さんよ、聞かなくても。いや、それはね、君、学生時代いろいろ世話になったうちの娘さんなんだ。ひょっこり出会って驚いたね。そう、早くおっしゃればいいのに。お姉さま焼いて損しちゃったわね。いつ焼いて。生意気言うんじゃないの。はいはい。また終えたらさっさとお帰りなさい。ひどいわね。帰りますよ。ごめん、遊ばせ。すまなかったね。どういたしまして。怒って帰っちゃったよ。いいのよ。大丈夫？ただいま。ご苦労さん。どうだったい？万事よかったわ。どうかい。ね、お母様。うん。今日会社行ったらね、森山さんにどうぞお遊びにって言ってちょうだいな。へえ、会社の森山にかい？ええ。いいの？あんた嫌いじゃなかったのかい？今までは嫌いだったけど、お願いします。まさか。後でお兄様方にね、私は社長としておもちゃの製造に同意したと言っておくれ。まあ、うちもいよいよおもちゃ屋さんになるの？そうなんだよ。世間の子供衆にいいおもちゃを安く買っていただくんだよ。どこのうちだって子供は大事だからね。子供さえ楽になればいいんだからね。ええ、分かったわ。言っとくわね。じゃあ頼むよ。はい、いってらっしゃいませ。どうですか、お母さん。僕のアイデア、どう悪かないですよ。ええ、いいですと。これ、もらってきますよ。植木屋の下の子にやろうと思うんですけど。ええ、どうぞ。